やってまいりました。こちら超大自然でございますということで、アイヌ機材キャンプ1日目、はい、今回は1日目、ご紹介するのはですね、こちら、バイオライトっていうあのね、キックスターターから生まれた、まあ新しい機材、まあガジェットに近い機材でございまして、要はね、こういうところでやっぱドローンとか飛ばしてさ、見てあのあっちの 沢とかバーって降りてきて、こちらね、主人公のテントとバイクのとこまで寄ってくるみたいなさ、そういう絵撮りたいんだけど、やっぱドローンってさ、天候とか、あと場所の法律とか許可とか、いろいろ、まああと危険性とかもあったりね、いろいろ面倒なわけよ。でそういう時にレールのカメラ、ワイヤーカメラとかって結構あの大掛かりの設備で昔は結構やってたのを簡略化した、まあ、いわば、まあ、ドローンみたいな絵を簡単に撮れちゃう。もう線をピーッと糸引っ張ってその上に乗っけると、これが自動でわーってこのリモコンでね、こうそうリモコンでこうウィーンウィーンとこう動かせると。でそれに、天下無敵の手ブレ補正、ハイパースムースを備えた GoPro7 をつけることでどんな絵になるのかっていうのを今からね、今からちょっと映画風に、あの映画っぽくなんか語弊あるすぎるな、怖え。まあちょっと今からね、こちらのワイヤーを簡単につけていきたいと思います。いきますよ、せーの、よいしょ。あのワイラル以外にもあの細いワイヤー張ってる人たちいるんで、ちょっとそれ気をつけながら。基本的にはこっちが、まあなんだ、あのこっちはあのカラビナくるって回して引っ掛けるだけなんで、まあ簡単ですわ。はい、ほんでこいつをこのままガーッとあっち側に、東のテントがあそこまで伸ばすという感じでやっていきたいと思います。ほっ、本来はね、両方とも木に固定するのが間違いなく確実なんですが、一応最悪こう人が固定する場合も重さにしっかり注意しつつ、ロックは確実にかけての状態で、はい、あの特殊な訓練を受けてますね。そう、あの、はい、バイラル片手持ち者っていう資格を持って余計な嘘つくなはい、ということでレールを取り付けました。はい、はい、こんな感じですね。というかね、 GoPro の Hero7 いいところはこうやってね、Wi-Fi でこうモニタリングができるっていうところね。まあとはいえちょっと10、20メートルぐらいで、あと遅延も割とあったりするんで、そういう時うちの IDX-CW3 とかああいうのをこれにプラスしてワイヤレスで送ると、422の非圧縮の状態で本線沿って HD まで送ることができるんで、 CW3 とか合わせてやるとよりね、本格的な映画の現場とかだったりするとご活用いただけるかな。グレーディングとかリアルタイム DIT とかにも使えたりするのでね。とりあえず今は、まあロケーション優先というようなことでね、まあ、こういう仮説的な状態でやってるんで、まあ、こういう感じで iPhone でとりあえずモニターして絵だけ撮っていきたいと思います。はい、じゃあ電源を入れていきますよ。オン。あ、これね、まず中の電気をねちゃんと繋いでなかったの、設定もね、設定も繋ぎますよ、これ。はい、電源を入れました。そしたらまあ、あとここオズモとかつけるとさらにこう首をこう動かす動きとかこうできたりするんだけど、まあ今回はとりあえずGoProでいきたいと思います。じゃあテストでいってみましょう。映像一緒に見えるかな、ちょっと待ってね。はい、こんな感じです。ちょっと揺れがね、ちょっと横揺れが割としちゃったり風とかでも揺れちゃうんで、こう押さえてあげるといいかなと思います。あとはまあハイパースムースで割と効いてくれてますね。はい、おっと、これ向きがねこうだよね。はい、こんな感じ、はい、こんな感じでワイラルを走っていきますね。このままで引いていってみますよはいちゃんと張ってピッと、1回だけでいい、1回だけピッと張って、1回だけで。モードがファーストモードっていうのがあって、高速で移動することもできるんですよ。こんな感じにキュッと、はい、こういう感じ、はい、からの1回で行ってますね。ちょっと揺れがすごいな。
こんな感じでちょっと動きがね、こう速い動きでスッとこう、スッとこういう感じに寄せることができるわけでもないわけです。止めて。そのないようになっちゃった。まあこんな感じでね、ワイヤーライトとこういう風な形を紹介後で、ちょっと辛そうだから外してください。こっちも映してるね。きついよ。またこれより重いカメラとか乗っけるとさらに重さ増すんでね、ぜひ安全のためにも両側より安定した太い、まあ、木とかよりも電柱とか人工物で確実に固定することをお勧めいたしますというともに、まあ、こういった形でね、手軽にこう紐を引っ張ってカメラ乗っけて回すだけ、この3ステップでこんな簡単にね、こういう映画的な絵が撮れるのでね、ぜひぜひご活用いただけたらなと。ちなみにこれ日本ではまだ公式発売はされてないんで買うこともできない、とりあえずうちで借りるのが激おすすめでございます。以上、こちらワイラウライトでございました。